大きに西成用事ですわ。ちょっと用事でうろうろうろ行っとったからな。ちょっと用事で郵便局やら百均やら行っとったからな。忙しいね。ほんだリクエストがあったんでな。お桜届いてか。うん、老眼代わりにどうだってや。のうリクエストあったんでな。まあんだあのやんわりした方から行こうか。わしのルーティーンそんな知りたいの？まあ別にええけどな。ええかまへんで。大体朝起きんのが8時ぐらいか、7時か8時ぐらい。たまに正面しとうなってな、朝方目覚めた時は兄ちゃんのハイジャックや。俺これなハイジャックしてやな。ほんで何ちゅうの、YouTube、配信したりするねん。大体起きんのって8時、7時か8時ぐらいやからな。まあ朝ぼーっとしとるさかいに、みんなの前あんまり出へんようにしとんねん。やっぱり兄ちゃんがな、さっき挨拶したいやろし。ほんで、まあ、午前中だらだらとって、撮影やって、兄ちゃんが使わへんときはな、もう貸してくれとるで。兄ちゃんあんまり喋り上手やないからな、 YouTube 向いとれへんねんほんまはな。ほんであとはあれやな、昼飯は食うたり食わへんかったり、今国会中継やってるやろ。どこでやってんのかわしもう探すんやけど、BS でも出てこへんしやな、地デジでも出てこへんしや。あれ、河原の嫁がおるときは、だいたい今、ちのわしが借りとる部屋から、やるんやけどな。放送な、やるんやけど。ほんで、あとはあれやな、昼から、ちょっとゆっくりやって、用事済まして、で、みんなが仕事また始まる頃から、昼飯食うたり食えへんかったりすんねや。ほんで、あとは、夕方もダラダラ放送やったり、なあ、して、だいたい11時ぐらいまで YouTube いじっとるからな、10時か11時ぐらいまで、もう、わしはもう、その日の気分次第でしかできへんがよ。ほんで、それから、自分の動画、なあ、どうやこうや言うてやな、どれがいいねボタンついとる、どれがバットボタンついとる、再生数どれが走っとるとか、アナリティスクっていうやつか、あれ兄ちゃんと二人で見ながらやな、ああだこうだ言いながらやな、二人で。ほんで、1時ぐらいに、もうええかいにねえやー言うてやな、兄ちゃんの嫁はに言われてやな。で、はーい言うて二人でやな。兄ちゃんは嫁さんの、寝室一緒やから兄ちゃんそっち行きょるけど、わしはあの寒い部屋行くへん。ほんで、シムの抜いたタブレットな、ドコモのやつ、あれを借りてやな。ほんで、YouTube、よそ様の YouTube やな、聞いたりして。ほんでもうある程度なったら民剤飲んでやな。民剤飲んで YouTube 見る時もあるし、そんな時はもう大概もう寝落ちしとるな。 YouTube 見ながら、延々とコマーシャル流れとるわ。気づいたらな、うるさいなー思うて、気づいたらコマーシャルを何回何回コマーシャル流れとるわや。ほんで、一回夜中目、そこで目覚めて、ほんで、もう、ライブのジャズやってるチャンネルがあんねやんか。
それに切り替えて寝るか、ラジコってあるやんか、あのアプリ入っとるから、ほんで、なあ、あのアプリでラジオ聞きながら寝たりとかや、コメントついたな、ちょっと待ってな。いうことやわや。ほんで朝、正面で目覚めたり目覚めへんかったりと繰り返しかの、そんな感じで。ちょうどやんばいの尺取れたな。ちょうどやんばいの尺取れたわ。で、あと皆さんコメントいただいてな、髪型いじってもらったおきに、脱がれへんなってもらったんこれ、髪の毛。髪の毛脱がれへんなって、これ、あの考えとんねん、これ。暑なった時どうしようかな、ほんで。なあ。暑なった時どうしようかな、ほんで、この髪の毛。もう、暑なったらもうスキンにしよっか。なあ。ちょっと脱くなったらもうスキンにするわ。なあ。ほんで、またあの、例の気配薬あるから。気配薬、箱買いしとるやろ。塩梅うまいこと使うて、また K ワンサかなって出てくるわな。こんなもんでいいか。ほな、あた次の動画で会いまよ。あた、この動画見ておもろいな、思ってもらいた。よかったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。大喜利、西成五次でした。ほな、次の動画で会いまよ。大喜利。